では寮でちょっとお着替えの方してみようかなと思います、装備ボタンの方から、この右の装備防具を選ぶと服を着替えることができるんです。ちょっと今回は特別にたくさん持ってるんですが、じゃあみやびという装備をちょっと着てみようと思います。これは魔導員 の公式ドレスというかですね、武道会用というか結構強い装備なんですけれども、はい、これ着た状態で寮に戻ると、実際に着た状態で自分の部屋で過ごすことができる絵が見えます。このようになっております。じゃちょっと武器も持ち替えてみましょうか。同じく装備から今度武器を選択して、こちら今もう槍も剣も選び放題の状態なんですが、ではホーリーランス、エスレアの強い武器ですね。ちょっと試しに、寮ではちょっと武器の方が持った状態で日常生活できないんで、今ちょっとこの画面だけでお見せしようと思います。他の装備も、ではマスターソード、このような感じですね。はい、よくじゃあ不動の方もちょっと